大地豊かと岡田愛の悠々糸おかし。皆さんこんばんは、大地豊です。皆さんこんばんは、岡田愛です。はい、ね、6月になって、はい、もうすっかり梅雨ですね。そうです ね、ジメジメと。本当ですよね、はい、あの先月はなんか夏みたいな。そうです ね感じがして。暑かったですね、先月。暑かったんですけどね、はいはい、またなんか梅雨になってすごくね気温が下がってね。そうですね、暑くなったり寒くなったり、うん、ちょっとお洋服どうしていいか迷っちゃう感じですね。はい、はい、まあ本当ですね、目まぐるしくなんかこの1ヶ月でね、いろんなことが世間もありまして、うんうんうん、まあ、僕は、まあ、相変わらずですね、師匠の病院に毎日行って、うん、楽しみの飴を舐めてもらって今日も嬉しそうに、ね、今日もちょっと笑顔がいっぱいね見てましたんでね、はいはい、それで僕は元気をもらって癒されてるって感じなんですけどね、はい、はい、初めてね今日聞いていただける方も多分いると思うの で、 そうです、ね、簡単なプロフィール、はい、言わさせていただきますね、はい、平成7年9月21日に、私大地豊がデビューさせていただきました。そして今年で23年目ですかね。素晴らしい、はい、もう一生懸命私の、ね、母師匠とですね二人三脚で頑張ってきました。今も頑張ってると思うんですけど、はい、ちょっと歌の方はね、ところどころお休みしながらこうしてまた月1回のねラジオに出させていただいていろんな情報を発信させていただいてますけど、はい、本当にもう岡田愛さんにも助けていただきながら、とんでもないです、はい、はい、まあこの番組も愛ちゃんとは4回目かな。4回目です ね、 今日は、はい、はい、そんな感じでね今日も楽しく、はい、また素敵なねゲストの方もねお見えになってますんで、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、愛ちゃん、はい、私はお勉強後から何を迷ったか歌の世界に目覚めてしまいまして、音大を経由してミュージカルの舞台に立ったり、うん、今はシンガーとしての活動の方に力を入れてるんですけれども、はい、歌で何かを届けられたらいいなと思いながら毎日歌っています。はい、そうですね、はい、毎日ね、毎日、はい、まあ、愛ちゃん月に1回、ね、お会いさせていただきますけど今生き生きしてますよね。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。大変な分もあるんですけど、うん、まあ、自分の目標に向かってね。そうですね、しっかりとね、自分がやりたいことをやってるっていうのがやっぱり大きいですね、うん、とても。本当ですね、はい、じゃあ今日も楽しく、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ私の今頑張ってる曲ね、皆さんにお聞きいただきたいと思いますけど、はい、はい、大地豊かで花湯のちぎりお聞きください。
大地豊さんで花いのちぎりお聞きいただきました。はい、ありがとうございます。葛飾 FM では皆様からのお便りメッセージをお待ちしております。はい、ファックス番号0356705332、0356705332、メールアドレス789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp お待ちしております。はい、ね、今からでもね、はい、あのメールいただければもしかしたらご紹介、お読みできるかもしれないですよね。はい、はい、ということで岡田愛さん、次のコーナーお願いします。はい、岡田愛今月のお話。ジメジメとした梅雨空が広がり、気温も上がったり下がったり不安定な日が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか？家にこもりがちで少し気がめいり気味という方もいらっしゃるのではないかなと思います。そんなあなたに今日はイエスの魔法のお話をしたいと思います。生きていると日々いろいろなことが起きますよね。ハッピーなことばかりならいいですが、なんだかネガティブな気持ちになってしまうことも。出かけようと思ったら雨が降ってきた。パン屋さんに行ったら食べたかったパンが売り切れていた、なんていう小さなことから、信頼していた人と仲違いしてお別れすることになった。試験に向けて頑張って勉強してきたけれど、落ちてしまったといった大きなことまで。そんな時に起きた出来事にまずイエスと言ってみてください。そうすると不思議なもので脳はイエスの理由を探し始めます。雨が降っててよかった。おかげでアジサイがきれいに見える。パンが売り切れててよかった。おかげで太らずに済んだわ。お別れは寂しいけど、また新しい出会いがあるかもしれない。もう一度トライしたいと思えるほど自分が本気だと分かった、などなど。初めは少し強引に感じるかもしれませんが、やっていくうちに慣れてきて、日常の中にプチハッピーを見つけることが増えてきます。そして幸せを感じられるようになってきます。嘘のような本当のお話。なぜこのお話をしようと思ったかというと、実は昨日 Facebook に過去の自分の投稿が出てきて、人生という大きいスパンで見ても結局イエスになっていくんだなと私自身が改めて感じたからなんです。ずっと目標にしていた団体のオーディションに落ちて行ける屍のようになった時もあったけれど、でもあれがあったからこそ自分の中での歌というものの存在の大きさに気づけたし、その後素敵な先生に出会って歌うことがもっと楽しく自由になりました。落ち込むことが悪いわけではなく、これもいつかありがとうに変わっていく、今が大好き、そう思えることがとても幸せだなと思います。皆さんもぜひ騙されたと思ってイエスの魔法を使ってみてください。こんなプチハッピーに気づけた、なんだかワクワクすることが増えたよ、なんてことがあったら、来月の放送までにぜひメールやファックスでお知らせくださいね。皆様からの幸せ報告お待ちしています。以上、岡田愛今月のお話でした。
はい、本日も素敵なゲストにお越しいただいています。はい、お一人目のゲスト、歌手の谷雄介さんです。こんばんは、谷雄介です。こんばんは、お願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお二人目のゲスト歌手、小百合さんです。小百合です。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、お二人ともね、はい、本当にスタジオに久々に来ていただきまして。久々ですよ、ね、ありがとうございます。本当にスタジオも全く変わりがないですよね、うん、全く変わりがないですね変わらないっていうのもまたこんなね、うん、あと番組の雰囲気変わっちゃったでしょ。番組の雰囲気がね、小百合ちゃんの時はね、うん、すごい変わったんで、ちょっとあまりふざけちゃいけないなと思って、ね、うん、そんなことない、岡田愛ワールド、ちょっと上品にね、ちょっと上品に、ね、今日は上品でお願いします。はい、かしこまりました。わかりました。あのゲストさん無理があるけどね。いやゲストさんのいいところを引き出すのがラジオの、うん、そうですよね。はい、ね、バッチリと。やっぱりね、はい、岡田さんの、うん、喋り方がすごくね、癒し系で、はい、なんていうかこうなんかこう。膝枕してもらって膝枕もうあれさ、もう最高だと思う。そっちの癒しか、もうそっちのなんかイメージしちゃったしね、うん、ね、いいなと思いますね。今までにないね。そうです ね、今までにないパターンで ねないパターンです、ね、うん、はい、もうぜひよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。意外と、はい、メールが来てますんで、僕宛に、はい、細かいのたくさん来てるんで、嬉しいね、時間の限りがあるんで、うん、ちょっとねご紹介させていただいて、そうですね、はい、たくさんいただいたんですけども、うん、2通ほどご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネームコーヒー豆さんより、うんうん、谷龍介さんへ、はい、季節柄すっきりしないお天気ですね。そうですね、うん、葛飾は湿度が高いですね、うん、汗かきの龍ちゃんは汗が流れ川ブルースなのでは。うわ、面白い、うん、先日は能代市での歌謡ショー、たくさんの感動ありがとうございました。ありがとうございます。もう体調大丈夫でしょうか。辛い時でもいつも爽やか笑顔、元気をいただいております。今日の放送もどんな楽しいトークになるのかとても楽しみです。夕ご飯の支度をしながら聞きますね。ほ、いや、はい、いいですね。というわけでラジオネームコーヒー豆さんから、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つご紹介させていただきます。はい、谷ちゃんこんばんは。お、今日は1年で一番日が長い日なんですよ。カープの試合はありませんが、谷ちゃんの声が聞けるから幸せです。カープの応援に負けないくらいリュウちゃんの応援するから頑張ってね。はい、うん、ということでカープ365日さんからいただきました。嬉しいね、はい、その他に、はい、花水木さん、はい、村谷真嗣さん、ラーメンイケメン谷流ファンさん、お、鳥牛蔵さんからお便りいただきました。ねえ、嬉しいですね。ありがとうございます。たくさんいただきまして、もういろんな方がバラエティに飛んでる方たちから、いやありがたいです ね。もう本当に何ですか、つい先だったですね、はいはい、秋田能代に行ってきたんですよ、はい、久しぶりに秋田に行ってきたんですけど、ええ、飛行機乗ったらあっという間着くでしょ着きますよね。秋田の大館能代空港に降り立ったんですけど、はい、ええ、もうね本当に近い、ええ、あ来たって感じ秋田だけにね、あ来た小百合さん、うまい、ちょっと早く反応してやらないと、ね、うん、でもね、もう向こうの料理が美味しくて、ええ、もう最高でした ね。あったかいです。秋田があったかいんですか。あのね、うん、人柄が皆さんが温かくてね、すごい、ね、優しくて、うん、やっぱりこう秋田弁っていうか方言っていうか、はい、向こうの方の話し方がすごい優しい、柔らかいから、はい、なんかすごい親しみが湧くんですよね。なるほどね、うん、ハニーさん全国飛び回ってますもん ね、すごいね、なんかいろんなとこに行かれてって、うん、そんなことないですよね、うん、ほとんど家にいますよ。そんなことないですよ結構ねいろんなとこ行かれてると思いますよ。フェイスブック見せたら分かりますよね、うん、タニさんの行動が、うん、いやいや、もうだからね、はい、僕地元が、はい、ふるさとが広島なので、はいはい、広島も行くこともちょこちょこあるんですけど、やっぱりこうまた地元と違った温かさっていうのもね、愛知県行ったり岐阜県に行ったり、はい、まあ、関西の方とか九州行ってもそうですけどもね、やっぱりこう、もうさっき愛ちゃんが言ったように、やっぱり自分の好きな仕事、歌を通して、皆さんが笑顔で頑張ってねって拍手してくださると、これだけ幸せなことがないな、つくづくそういうふうに思います。なんて幸せなんだろう俺はと思ってね。
ね、ね、でも本当にそうですよね、ね、本当に行く土地土地で、うん、人柄が またね違っていて、うん、でその方たちが応援してくれて、うん、たくさんの応援の声をいただいて、私もデビュー当時はね、はい、もう行くとこ行くとこで号泣してました。本当になんか嬉しくて、そういうのが感動 で、ね、気持ちが嬉しいもんね。こんな風にね一生懸命応援してくださるんだっていうのでね、はい、もう終わるたんびにいつもね、はい、なんかこう涙してました。グッときますよ ね、来ますよ。なんか親戚みたいな、もうなんか自分の娘みたいにね、可愛がってくれる人が全国にね、息子、うん、谷さんなら息子でね、本当にでね、新幹線とかでお見送りとかもにも来てくださるじゃないですか、はい、そうするとね別れるのがもうダメなの、私も涙が、ね、出ちゃうんですよね、涙が ね、あるそういうのでね、かなりね、それの繰り返しですもんね。そう、うん、だからね、頑張ってそういう方たちに応援してくださった方たちになんかこう恩返しを ね、したいなと思って、ね、それだけで頑張ってるような、ね、感じですよね、谷さんまた明るいし、もともとほら野球ね、プロ野球選手目指してて、はい、そうなんですよ。もう広島の呉出身なんですけども、ね、3人兄弟の末っ子と育って、はい、もうちっちゃい頃から野球少年で、はい、かといって野球ばっかりじゃなくて、うん、野球の練習の前に、はい、昼はですね、はい、ベレー帽かぶってその少年合唱団の稽古に、はい、そうなんですね、ってことやな、で、稽古終わったらめちゃめちゃ会えちゃうけど、バットを担いでグラウンドに飛び出していったというね、じゃあ、うん、歌手になる素質というか、はい、もうあったというか、ちゃんと勉強してるんですね、歌の勉強もね。勉強したつもりじゃないんですけど僕の父親がですね、はい、民謡の歌 の師範の免許を持ってまして。あ、そうなんですか。うまいんですよ。だからお父さん師範だもんね。やっぱこう幼い頃お風呂に入ってエコーの聞いてるところで、なるほど、拳の回し方とかもしつこいぐらい教えてもらったりして、なるほど、染みついてる、染みついてるね、そうだね、ありがたいです。だからでも怪我してなかったら本当にプロ野球選手になりたかった、もう本当になりたくて、広島カープの入団テストも、うん、はい、友達と一緒に受けに行ったんですけども、そのぐらいやっぱり大好きだったんですけど、でもやっぱり好きっていうのと、はい、これで食べていかなきゃっていう、そうですね、分かれ目っていうかね、やっぱりプロと名がつくと、野球選手なんかもうね桁違いですよ。ですよね、すっごいですからもう、普通にボール投げててもなんであんな速い球投げれるんだろうとか、やっぱ違いますよねプロはね。違いますね。そうか、小百合さんは小百合さんでね、歌手になる前にデザインの、そうですね、私はね、歌手になる前は、インテリアデザイナーになりたくて、美術の学校を出て、そういった仕事をしてたんですよ。でも、その前はやっぱりね、子供の頃は、幼少期は、谷さんと同じです。私もベレー帽をかぶって、少年少女合唱団やってました。あ、そうなの、ね、ってやってましたよ。はい、ピアノもずっとね、3歳からやって、そういった音楽をやりながら、またそういったデザインのね、方にも進みつつ、やっぱりね、音楽はいつも、そばにあったもので、どうしてもやっぱりねそれをなんかこうやりたくって、はい、デビューさせていただいたわけなんですけど、デビューがね、はい、谷さんとなんと同じ年の、そうそう、一緒なんですね、同じですね、平成、はい、平成17年、17年、9月ですけど僕は、はい、私は3月でございますって。あ、ちょっと先輩だ、ちょっとだけ先輩ですよ、小百合先輩、はい、お願いします、谷くん、ね、面白いね、そうそう、そのデビューする前もご縁があったりとかして、実は ね、だからいろんなところでちょっとご縁がね感じる方だなと思って、切っても切れないね、ね、またじゃあこれで交流を深めていただいてね。そうですね、だからやっぱり頑張ってる同士がですね、もうずっとこう歌で頑張ってる姿を見て、嬉しくてしょうがないです。本当ですよね。さあ谷さん、今頑張ってる曲、はい、今メールにもありましたけど、流れ川ブルースですか、はいはい、これはですね、僕のふるさと広島の一番のもう繁華街、歓楽街なんですよ。おお、もう皆さん旅行でもなんでも広島に行くと、流れ川、流れ川行って、お好み焼き食べたり、はいはい、もうお酒飲んだりっていうの、もう素晴らしいあったかい街、なるほど、ね、そこを舞台にしましたブルースものを歌わせていただいております、はい、じゃあ曲紹介お願いします。僕谷龍介で流れ川ブルース。
谷龍介さんで流れ川ブルースお聞きいただきました。いやありがとうございます。どうですか、あのパンチが効いててパンチ効いてますね。どことなく懐かしいサウンドじゃないですか、はい、だからすごいねこれね皆さん受けがいいですよ、うん、そうですよね、多分ノリノリでしょうね、ノリノリだからもう流れ川に行くと、うん、結構歌ってる方も増えておりましてね、はい、おお、流れ川ブルース歌わせてくれや歌わせてくれ広島弁ですねめちゃめちゃ持ってない小池さんなんかどうなんちょっとどうなのかなでもねやっぱり地元でもねすごい不安の方のねたくさんいらっしゃるからね、うん、そうですね、皆さんはね、やっぱりこの性格で楽しくてね、はい、皆さんね、どうですか、ね、やっぱりこう、うん、血液型僕大型で、あ、僕も O です、あ、はい、あ、大型の人っていうのはね、うん、本当興味があることに対して一生懸命ね、あ、そうですね、それはありますね、でも興味がないことにはあまり関心がないっていう感じあるんですけど確かにそうですね、まあ、結構いろんな方にうまく合わせるっていうかね、うん、でも合わせられる、合わせるっていうかね、でも、うん、あの僕自然にお客様とは接しているつもりなので、はい、うん、逆にそれがいいんじゃないですかね、多分お客様を楽しませていただいてるから、はい、お客様がすごくなんかこうストレス発散じゃないけど、うん、元気もらって帰れるんでしょうね、うん、そうですね、だから ステージに出た途端になんか面白いこと言わなきゃとか、うん、あるんですよね、お笑い芸人かみたいな、ね、でもなんか普段おしゃべりしてても、はい、なんかちょっとね天然のところとかも終わりになって、ね、なんか楽しくてね、はい、面白いなと思ってね、うん、さっき打ち合わせの時笑いが止まらなかったけどちょっとねその話言っちゃうとほらもうあの番組も終わっちゃうんで、はい、さあ小入さん、ね、はい、小入さん、はい、ね、谷さんより少し若干先輩の、はい、そうですね、3、4、5、6、5ヶ月ぐらい先輩ですかね、そうですね、うん、すごいですよ、もうほら小入さんはね葛飾でも、はい、あの番組やらせていただいておりまして、うん、ね、毎月第2の木曜日にやらせていただいておりますのでね、うん、はい、そうなんですか、はい、そうなんですよ、呼んでいただきたいですね、そうですよ、谷さんいらしてくださいよ、ね、ぜひ呼ばれないといけないもんね、もうぜひ来てください、本当にお待ちしております。でも ね本当楽しくね、うん、やっていただいて、本当にもうでも小入さんもご活躍で、いや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 、もう本当にでもね頑張っておりますけれどもね、皆様のお力をお借りしながら頑張っておりますよ、はい、愛ちゃんは小入さんと交流ありましたっけ。いや、あの大樹さんのお宅の忘年会と、はい、あ、うちの忘年会で、はい、そうですね、お見舞いに行った時に、はい、お会いした時一度ねお会いして、だから2回お会いして、はい、今日は3度目ましてっていう感じかもしれないですね、はい、じゃあこうやってもう普通に喋るのはそうですね、うん、3回目、3回目ですね、はい、谷さんは愛ちゃんとは、愛ちゃんとはね、うん、やはりあの大樹さんのところ の、はい、あの忘年会か何かで一緒に、はい、ったね、その時多分、ね、一緒だったんですよ、ええ、あ、そうか、3人一緒でした、はい、そう、多分その時にみんなこう勢ぞろしたと思うんですよ ね、 ああ、すね、このメンバー、そうですよ、はい、愛ちゃんがもう綺麗で、オーラもうバリバリですよね、うん、どこの女様かなってニコニコしてなかったですもんね、最初はね、本当、うん、こういう女性は本当にね男が話す、いやいやいや、そうだ独身の僕としてもやっぱり、ね、いや綺麗な人独身ですよ、いやもうなんかこう触っちゃいけないような触っちゃダメです ね、 ねでもピアノもね、うん、されるし、あ、ピアノも弾いてましたね、はい、すごいわ、いえいえいえ、ピアノを弾く方僕憧れるんですよ、そうなんですか、小入さんだってめっちゃ上手いですよね、私ね、私結構ライブとかでピアノを弾きながら歌ったりとか、あ、弾き語りされるんですね、うん、結構しますね、すごいな、うん、才能が、皆さん才能が、でも谷さんだってなんでトランペット、はい、サックスやられるじゃないですか、うん、アルトサックスをね、うん、吹いてるんですけど、うん、あの流れ川ブルースを吹きながら歌ってっていう風に、はい、あ、なるほど、さっきの、はい、あ、いいかもしれない、かっこいい、うん、いやみんな努力してるね、うん、してます ね、 ね、 ね、私去年はね三味線にもねチャレンジしまして、あ、すごい、やったりとかして、うん、踊りもね、師匠のところで頑張ってくれたしね、そう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 、本当にね、大地さんの師匠さんにね、うん、あのしばらく習わせていただいて、ね、一緒にねステージさせていただいたりとか、ね、うん、そうなんですよ、すごい、だからそういうのって結構ね、うん、あの後になってすごい宝物ですよね、うん、そうですね、そう、またね、うん、師匠が元気になってね、またなんか一緒にねやりたいなというふうに常日頃思っております、本当、ね、うん、ありがとうございます、うん、ね、もう本当皆さんにねお世話になりながら、うん、僕もこうしてね番組でたくさんじゃないけど、うん、ね、たまにお会いさせていただくってことがね、またすごく嬉しいことでもね、うん、ありますね、ですね、うん、さあ小入さん、はい、貴船道、貴船道、ね、はい、こちらも素晴らしい曲ですよね、ありがとうございます、とってもねあの気に入ってて、うん、あのなんかすごくステージでも、はい、あのなんかね、小入ちゃんの歌って難しいわねとかって言われることが、うんうんうん、まあ、はい、あることはあるんですけれども、うん、この曲はねどんな
体調でもどんな声の状況でも、はい、もう楽々こう歌えるっていうね、ほとんどがファルセットなんですよ、裏声で歌ってるんですよ、なのでだからすごくね、すごく楽にだけどダイナミックに大きく聞こえるっていうね、歌でね、あすごいなと思うんですよこの曲、それすごいですよね、すごいですよ、うん、難しそうな曲ですけどね、でもね、とっても気に入ってますこの曲、お願いします、はい、はい、曲紹介をお願いします、はい、私小百合が今頑張ってる曲です、はい、京都の貴船を舞台とした曲です、はい、平成の叙情歌として作られました、私小百合で貴船道聴いてください、はい、
小百合さんで木舟道お聞きいただきました。ありがとうございます。谷さんどうですか。いやもうこの今の歌を聞いた時に、はい、イメージ的にすごい映画の最後のエンディングがブワーってエンドロールがこうなって、うん、そう、はいはい、そういう感じなんですよ。だから絶対いきますよ。そうそう、あの、うん、なんとか劇場とか、はい、サスペンス劇場とかでもいいし、サスペンス劇場なんだね。映画じゃなくなった劇場です。映画でもいいですね。映画です。そう、映画のねスケール感がありますね。ありますスケール感があるから、うん、なんか引き込まれて、はい、世界にこう引き込まれていく感じしますね。あいちゃんどうですか。あいちゃん、うん、最初の方にピアノと弦楽器が入っていて、はいはいはい、なんかすごくちょっとクラシカルじゃないですけど、うん、そういうサウンドがあって珍しいなって、うん、そうですね、はい、なんかの演歌でもない歌謡曲でもない、うん、ポップスでもない叙情歌的なものを作ろうということで叙情歌っぽく作っていただいたんですよ、はい、8分の6拍子の曲でね。若草圭先生がアレンジしてくださいまして、ね、で作詞が神田川を書かれた、はい、北条誠先生が書いてくださって、はいはい、で曲も若草先生が書いてくださいました。また小百合さんがほら、うん、命を吹き込んで、ねえねえ、この曲本当気に入ってるんですよ。すごく素晴らしいです、ね、うん、どんな時でも歌えるというね、ファルセット多い。ファルセットが多いので、うん、ちょっとこれのノートがちょっと今日調子悪いかしらっていう時に、うん、バーンと張る曲が、うん、たまに辛い時とかね、まあ、出ますけれども、はい、そういう時とかあるじゃないですか、うん、大丈夫かなとか思う時とか ね、はい、でこの曲はもうほとんどファルセットなので、うん、もう本当安心してもう大きく歌えるっていう感じ、うん、なんかこう、うん、お客さんの反応がこう、うん、なんか圧倒されてはーって感じじゃないですか。でもね、終わった後で、はい、一瞬間を置いてからこう拍手をパーッとされる、はい、という感じが、なんかそういう感じ の、 あのケースが多いですね。そうですね、はい、小百合さんのステージ僕もね何回か見させていただいてる、はい、ありがとうございます。ね、今の木舟道、もそうですけど、あとゴスペルとかいろんな歌を歌わせてるんですよね。外国の曲好きなので、うん、ゴスペルのコーラス隊に入っていただいて、うん、はい、一緒にやったりとか、そうですよね、ジャズをやったりとか、まあ、いろんなことさせていただいてます ね、うん、声がすごい綺麗ね、うん、ありがとうございま す、うん、あとはもう岡田愛ちゃんのメルヘンな世界も、ね、はい、聞いていただいてね、メルヘンな世界メルヘンな世界で、ミュージカルとかミュージカルソングとかも、ミュージカルソングも私好きですよ、すごく。本当ですか。なんかストーリーがあってね、なんかセリフみたいに歌う時とね、そうですね、なんか私もし生まれ変わったとして何になりたいかって言ったら、なんかそういう演じる人、になりたいなと思いますね、そうですね、はい、谷さん何になりたいですか。僕やっぱり野球選手か、レスキュー隊ね、レスキュー隊、そうなんだ、いい仕事ですよね。やっぱり体張って、体力ありそうですもんね、最近ちょっと厳しいですけどね、もともとありましたでもほらゴルフ行ったりね、いろんなことにチャレンジしながら、いい歌歌ってますよね。やっぱりこういろんな経験をしたいなと思います。そうすると歌に出るかなと、ね、そう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 、本当にね、無駄がないですね。大事ですね、経験はね。そう思います、ね、ラーメンの食べ歩きもそうだし、ラーメン好きなんだ ねなんか千葉の方ですごく美味しいお店があるとかってお聞きしたんですけど、そうですね、千葉 の海ボタルを渡って、富津市っていうところがあって、富津市の竹岡っていう場所があるんですけど、竹岡式ラーメンって皆さんご存知ですか。竹岡式ラーメンこれにハマりまして、あるお店に行ったらすっごい感動して、美味しかった醤油ラーメン、行ってみたいです。行ってみたいです ねチャーシューがこんな分厚くて、そうですか、3センチぐらいの分厚さで、それがまた口の中で溶けるんです。あ、それはすごい、すごいね、うわうまいこれは行ってみたい、行ってみたい、ね、え、小百合さんラーメン食べる時とかしないでしょ、食べ歩きはねしないですけれども、やっぱりお魚系の出汁の、さっぱり系の、ラーメンが好きですね。昔はよくね豚骨とかなんかいろいろ流行りましたけれども、一時期すごいラーメンブームがあったじゃないですか、その時はね友達と並んだりもしましたけれども、最近は並ばないですけれども、そういったラーメン屋さんがあったら、入りたいなと思いますね。お魚系、女性一人でも入れるようなラーメン屋増えましたもんね、最近結構 ね、女性一人でも入ってる人も多いですしね、意外にいいですよね、入りやすくなりますけど、ね、他の愛ちゃんももう、はい、
たまにラーメン食べたいみたいなブログでつぶやいてますけど。そう、なんかこの間ちょっとふとラーメンが食べたくなって、うん、なんかラーメンを一緒に食べに行ける友達って、うん、多分結構気心の知れた人というか、あの、打ち解けている人じゃないですか。だからなんか、あ、そういう人に会いたいなとか思った時に、なんかふとそんなことが出てきて、ポロッとフェイスブックでつぶやいて大樹さんがいいねしてくださいました。あ、そうですね、大体いいねしてますけどね。うん、なるほどね、うん、ラーメンとかもいろんなね、そう、会話が飛び交わってますけど、はい、谷さん、あの、あれですよね、菓子協会でなんか賞を取られて、はい、今回ですね、うん、この度日本菓子協会さんから、うん、はい、最優秀歌唱賞をいただいたんですけど、素晴らしい、ありがとうございます、うん、もう最優秀歌唱賞、うん、漢字で書くと書けないんですけど、いや、嬉しかったですね。そういうこと言わないけど、書けない、小枝さんに書いてもらえばいい、書けます、書けます、ね、うん、でも、いや、でも素晴らしいですね。あの、60人ぐらいにいらっしゃって、うん、その、あの、候補の方が、候補の方がね、そこで、うん、選ばれたって、ね、僕はですね、うん、実は自分の曲を歌うんじゃなくて、うん、あのカバー曲を、はいはい、桜読書という森山直太朗さんの曲を、はいはい、あの、歌わせていただいて、うん、中野サンプラザで、はい、お客さんがシーンとしてきて、うん、でうわゾクゾクしながら僕も歌って、うん、ピアノ一本で、それがなんか帰ってよかったみたいで、お客さんからアンケートを取って1位ということでいただきました、はい、うん、素晴らしいですね、まあ、今頑張っている谷さん、もう一曲、はいはい、ね、ガラッと変わっちゃいますけど、いやいや、かけさせていただきたいなと、この行かないでという、行かないでという曲ですけども、はい、今回先ほどの流れ川ブルースと両 A 面なんですよ、はい、実は、はい、だからこの曲も A 面なんですが、あ、さっきの桜読書のような、はい、実は僕初めてファルセットでこれを、お、ほとんどファルセットです、小枝さん、はい、小枝さん、なんか繋がってますね、対抗賞、繋がってますね、ますね、なんか追っかけてきますね、いや、ごめんなさいね、真似したわけじゃないんですけど、もちろんもちろん、あの、新しいこのイメージっていうことで、はい、岡千秋先生の作曲なんですが、はいはい、あの、バラード系なんです、ちょっと、あの、癒し系聞いていただきたいと思います。じゃあお願いします。はい、僕谷龍介で行かないで。谷龍介さんで行かないでお聞きいただきました。ありがとうございます。谷さん、お忙しいと思いますけど、はい、うん、あの、近々の告知を。そうですね、はい、僕今週のですね、はい、23日の土曜日なんですけども、はいはい、欅ホール古賀正夫記念館にいて、はい、うん、先ほど言いました日本菓子協会さんの主催で、うんうん、古賀正夫の曲を歌う、はい、ということで、はい、イベントに出演させていただくんですけども、はい、もう大先輩が多い菅原つづ子さんとか、まあ、田辺康夫さんも会長なんですけども、うんうん、はい、あともう小間取姉妹さんとか、はいはい、もうアントニオ小賀さんとか、すごいそうそうたるメンバーの中で、うんうん、僕は村田秀夫さんの
人生劇場と無法松の一生を歌わせていただくと、はい、初めてです、ああいう歌も。そうだ、大先輩の中でまたね。そうですね、これが23日の、ねうん、土曜日なんですよ、6月23日はい。あ、もうじゃあ近いですね。 そうです。そしてまあ来週は週末は僕は広島に戻りまして、はい、広島車椅子ダンスクラブの皆さんとのコラボレーションの、はい、これも毎年やっています、はいはい、行ってまいりたいと思いますので頑張ります。もう精力的にね活動なされて、いやありがたいです、呼んでいただくので。本当ですね、本当に頭下がりますね。歌える場所があるって本当にね幸せなことですよね。足を向けて寝られませんよね、本当に。そうですね、もう宙吊りで寝ようかな今日から、ね、宙吊りで寝ようかなどうでしょうかねそれは、ね、お風呂でカップラーメンとかまだ食べてない？大丈夫？食べてない。昔は牛丼食べてましたねなんでお風呂で食べるの？こぼしちゃうらしいから。いや、お風呂で食べる意味はわかんないですけど僕酔っ払ってんだと思います。お風呂だからお酒なるほど牛丼を浮かべてすいません、いきなり思い出しちゃって今すいませんね、岡田愛ちゃんがついていけてるびっくりしました、うん、でもね本当に精力的に、ね、うん、はい、もう 歌ってること自体がね、谷さんももうね、うん、もう喜びでもありますしね、うん、もう最高の思いだと思うんで、一、うん、回一回の生に足音を残していきたいなと、うん、そしてもう出会いもそうですけど、うん、やはりこう歌手になっての出会いってあるし、はい、あ、そうですね、人間って一生のうちに出会う人ってのは少ないと思うんで、本当ですよね、その出会いを大事にしていきたいと思いますよ、ね、うん、助けたり助けられて。素晴らしいこと言いますね。いや本当にいつも言ってますけどね僕2、3年前の谷さんを今思い出してたけどね、やっぱりね、はい、言うことが違ってきた。いやとんでもないですよ、もう頑張ります。でも小里さんといろいろ共通点が見つかったからね、はい、これからまたなんかいろんなコラボが、うん、そうですね、うん、なんかこうハーモニーのね、お互いに合唱団育ちなので、はい、そうです、うん、お互いに合唱団育ちですから、うん、なんかパッとね、歌いますよ、うん、はい、ね、この行かないでも本当にファルセットで、はい、また違う谷さんの魅力みたいなのがね、そうな、だから最初に聞いた方はですね、うんうん、僕だと思わない方がほとんど、はい、うん、なんですよ。なるほどね、女性が歌ってたと思ったってね。ねえ、確かに本当そうですね。ね、さあ、ありがとうございました。ありがとうございます。小里さん、はい、次にかけさせていただく曲は、はい、ね、次におかけする曲は、はい、私がね、はい、実は作曲した曲がありまして、はい、私作曲するんですよ。すごい、この曲は夜中にね、はい、詩をいただいて、事務所からね詩をいただいたんです、はいはい、でもちろん部屋だったものですから、うん、ピアノも部屋にないですし、はい、五線譜もなくて、はい、そこでもう白い紙に五線譜をパーッと書きまして、はい、そこで詩を見ながらファー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 と、なぜかなんか音が浮かんできたんですよ。なんか、なんか降りてくるって言うじゃないですか。よく言いますね、はい、あれがありました。ありました。だからね、本当5分ぐらいで作った曲なんですよね。ありますよ。なぜかなぜか。興味津々ですね。そう、はい、とってもね可愛いし、うん、都会に住む、まあ、都会じゃなくてもいいんですけれども、うん、女性と男性がね、最後にバイバイってするときに、うん、また明日ねっていうときに、でも交差点で、まあ、明日会えるんだけど、うん、ちょっとまた寂しいなっていうね、ちょっと離れなきゃいけないっていうね、そういう可愛いね、切ない気持ちを歌った詩をいただいたので、はい、メロディーもどうしようかなと思って、それに合わせてちょっと可愛らしいメロディーをつけてみたんです。うん、でもとってもね、私も気に入ってる曲で、これも皆さんに聴いていただきたいなと思います。じゃあお願いします。はい、私小百合が作曲しました、おやすみの交差点、聴いてください。
小百合さんでお休みの交差点お聞きいただきました。ありがとうございます。じゃあ小百合さん近々告知、うん、はい、はいはい、私はですね、はい、7月の22日日曜日に、うんうん、マロードイン飯能というところで、はい、エーデルワイスの歌謡祭がありまして、はい、その歌謡祭のゲストに出演させていただきます。なるほどね。でも小百合さんもね、うん、歌やったり、お茶摘んだり、お茶摘んでね、私の地元がね、埼玉県所沢市で、お茶の産地なんで狭山茶というね、はい、お茶の茶の産地なので、毎年ね、茶摘み娘の格好をして茶摘みするんですよ。また皆さんも遊びに来てくださいね。ぜひ、ね、よかったら。あのちゃんの小百合賞っていうのやるの、うん、やりますやります。青空でね、本当に手作りで、お茶畑の方たちがね、作ってくださったステージで、やるんですけども、青空ステージでみんなで歌うっていうね、なかなかそんなのねないんですよ、やっぱりね、大きなステージとか、まあ、お店とかになりますでしょ。ですよね。そういった青空の下で歌うのがないから、とってもね楽しいですよ、本当に。ですね、谷さんね、お茶の香りを嗅ぎながら、嗅ぎながらね、本当にいい香りがするんですよ、お茶って。そして小百合さん番組は、葛飾は毎週、毎月ね、第2木曜日に、6時から7時まで、小百合のほのぼの音楽館という番組させていただいてますので、そちらも皆さんよかったら聞いてください。 ね、 よろしくお願いします。生放送ですもんね。はい、生放送でやらせていただいてます。はい、谷さん呼んでいただけるといいですね。いや本当に待ちますので。待ちますので。待っておりますから。木曜日よ。あ、木曜日ちゃんと聞いててください。書いてないからもう、そう忘れちゃう、うん、でも谷さんやっぱり合唱団つながりなので、はい、何かやっぱりハーモニークスで何か ね一緒になんかステージできたら嬉しいなと思って。いや、いいと思いますよね、なんかやりましょうよね。いや、本当にやりたいですね、僕も見に来ますんで。手伝いますよ。ね、なんかいろいろできたら楽しいですよね。本当そう思いますね。ね、まあでも本当にね、楽しいけどあっという間の時間になってしまいました。はい、今日はあっという間に、ね、終わりの時間がやってきてしまいました。ね、本日のゲスト、谷隆介さん、小百合さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大地豊かと岡田愛の悠々糸おかし、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、来月は7月19日木曜日放送予定です。エンディングは大地豊さんの薄紅桜です。はい、ということでね、いや本当にお二人ね、久々にお会いできて、はい、嬉しかったです。いやもうね、大地さんもね、本当に変わらずね、そうですね、本当にね、いつも変わらずいてくださって、本当に素晴らしい歌仲間で、僕たちはね、そう思いますね、本当に。でもなんか会ってないんだけどフェイスブックで、はい、まあ、本当にしょっちゅう見れるから、はい、すごくなんか安心して。あ、なるほど、タリさんもフェイスブックやってらっしゃるんですね。ちょっと友達になってないですね。ラーメンネタが多いんですよ。あ、本当ですか。あ、じゃあちょっとつながってこの後ちょっとつながってみますね。まだつながってないのね。つながってないですね。私ね、小百合という名前じゃないので本名でやってるのでね。わかりました。はい、じゃあ本当にお二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お相手は大地豊と岡田愛でした。はい、さよなら。さよなら。ありがとう。